はい、まあプラシボ効果の部分が多いかもしれないですけど、でも寝るときにほらアミノアシッド4ヘルシースリープ、40代超えてからテニス怪我なく楽しく上達するアイテム、はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。すいません、実はですね、はい、ちょっとですね、要は年ね、40超えてから、試合を目指されて、試合、ベテランですね、ベテランのジョップの大会を目指される方がいらっしゃいまして、で、まあ加藤コーチと、ね、まあ、仮に M さんとしましょう、どうもありがとうございます。ちょっと時間がかかっちゃったんですが、で、まあ、実際にその年齢ね、まあ、こちらのチャンネル35歳以上の方がもうほぼ占めてるんですけど、まあ、35ぐらいってあれなんですけど、まあ、私もそうなんですけども、40今年コーナーになったのね、まあ、怪我せずに、あとはこう体力の衰えを感じずにどうしていけばこう長く続ける、要は長く続けてね、やっていけば上達もするし、ね、技術もこう上がってくると思うんですよ。まあ、その時に何を気をつけたらいいですかというのですね、まあ、今日5つですね、私自身がケアしていること、まあ、なんでそうしているのかっていうのもね、理由を踏まえながらお話差し上げたいと思いますね。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。まあ、いつもねここでポンって出てくるとね、いやそれ実際本当に買ってないでしょうかね、思われがちなので、まあ、今回ですねちゃんとアイテム持ってきました。はい、1日の中で何個かルーティンワークがあるんですけれども、はい、よろしければ、ご一緒いただければと思います。はい、まずいきましょう。まあこれはね、結構僕は飲み物にはこだわってます。この間も子供に言われましたけど、まあ、ウィルキンソンさんじゃなくてもいいと思うんですけど、これ美味しいです、当たり外れない、炭酸水飲むようにしてますね。であとは伊賀の天然水かな、イオンとかマイバスケットで売ってる、あれはねクオリティが多分相当高いと思います。で、まあ、なんで炭酸水かというと、これは他にも動画を見ていただいている方で、ね、他の動画、ご存知かもしれないですけど、やっぱりこの疲労を軽減すると、ね、昔もう本当に20年ぐらい前ですけど、セリエ A だっけな、なんか実は水スポードリ炭酸水みたいな感じで置いてあるっていう話を聞いてですね、でも確かに炭酸水飲んでった方がこうふわって科学的にも少し疲労を軽減できるっていう実証データも出てるぐらいなので、これはおすすめで、やっぱ水分補給するじゃないですか。でただやっぱりこう筋トレとかもそんなにやってなかったりすると、なんかお酒飲む人とかってどうしてもね糖質ためがちなんですよ。だからもちろんスポドリ、ね、まあ、体重が足りなくてとか、全然その肥満とかその尿酸値とかいろんなもんで大丈夫だって人はスポドリもいいと思うんですけど、意外とスポドリ飲みすぎちゃって普段お仕事されてる方もなったら時に炭酸水で、まあ超ロングラインになった時にはまあ、アミノ酸飲んだりとか、まあ、スポドリとかもいいですし、まあ、僕は例えばなんですけど、まあ、アミノ酸はまあ必要な時は飲むんですけど、まあ、これ日常的にねこれと、まあ、あとちょっとね甘いもの飲みたいなとなった時はこうカルピス、これ一番カルピスリッチの方ですね。でね、ここ見てください、ここにね甘味料ってスクラロースとかアセなんとかなんとか系とか人工甘味料が入ってないもの、もう本当に砂糖の方が、良いと思います。で、まあ、カルピスリッチである必要ないんですけど、普通のカルピスでもいいんですけど、やっぱり長年のロングセラーのとやっぱ人工甘味料とか変なもの入れたくないですよ、もうこの年齢になってくると。やっぱちょっとしたもので、それが蓄積されてってとかね、なってくることが、結構あると思います。で僕もまあ整体師の免許を持ってたりとかして、やっぱ体はね、かといってね高級食材を食べる必要はなくて、ね、余計なものが入ってないものとか、自分で調理するとかもそうですし、まあ、この添加物の入ってない、あと人工甘味料ね、これ絶対にやっぱり欲しい、大事になってくるかなって思います。なので、まあ、ここら辺ですね、ちょっと甘めのものを僕は飲むようにしてます。まあ、基本これで、まあ、通りますね。あんまりこう水って結構カフェインもね入りすぎてたりすると体質的に受け付けない人もいるんで、結構ねもう炭酸水、おすすめです。ちょっとこれだけ流れくなりましたね。で次、まあ、大事になってくるのがビタミン剤で、まあ、ビタミン剤も賛否あるんですけども、まあ、これもなんかアイハーブで、僕は仕入れてるんですけど、まあ、ウルトラこういう感じでね。で、まあ、これはなんか今飲み続けてるものでは結構いいと思う。で、まあ、ビタミン剤なんでこう
飲んでった方が、いいのかっていうと、やっぱ疲れるじゃないですか。やっぱこの、まあ、もう普段健康体だったらいいと思うんですけど、まあ、なんとなくプラセボ効果も含めつつ、まあ、ビタミンとかね、こう特に動いて汗でいろいろ流れてくるし、まあ、疲労回復、アミソンばっか飲んでるとなんか逆にそれがこう常用性、ね、常用していくとだん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 こう薄れていくんじゃないかなと、効果が。なので、まあ、大体ベースこれして疲れたらアミノ酸を飲むように、はい、しております。ビタミン剤もこれはもう結構何年か飲み続けてません。でもテニスして終わって翌朝起きて走ろうかなと思って、ああちょっとだりなとかなったりするときになるんですよ。これ飲んでると結構ですね、はい、いろいろと体の機能を衰えずに、もういろいろはあのちょっとね、あの含ませるように完璧です。はい、というのでこれが2つ目で、3つ目やっぱりかといって、結構一生懸命されてる方ってね、もう本当に全力で、僕お客さんとかでもモチベーション高い方いらっしゃるんで、なんだかんだ言いながらやっぱりきちっとやられてるんですね。そうするとこう集中してしまうじゃないですか。で、まあ、僕自身はね結構こんなにあんまりこう割と無理、知らず知らずに無理しない方向の楽な方向に傾こうするか、だってねこう上げるようには日々努力でそういうお客さん見ながら負けてられないと思うんですけど、はい、これはですね、ロフトかな、ロフトで売ってて3000円ぐらいなんですけど、じゃじゃん、ちょっと怪しげな感じもするんですけど、でこれ首用らしいんですよ。で、まあ、テニスっての、まあ、マッサージでいろんなとこ行くんですけど、首ってなかなか自分でマッサージできないですから、でこれをまあこうこういう感じで当てて、でこうやって寝転がってこうやってグーで足もねこうダラーンとしてこうやって、まあ、やる。でたまにはこう反対、もう両どっち側でもいいんです、こういろんなところでこう、特にあの首の下のね肩のラインのこの付け根みたいなところが硬くなったりするんで、でこれ何がすごいかって腰とかにも当てられるんですよ。で、まあ、ちょっと食い込む感じあるんですけど、こうやって仙腸関節になったり、こうやってこれもできるし、要は足とか腕って自分でなんとかこうケアできるじゃないですか。でもこのボディの部分はあるじゃないですか、まあ、もちろんテニスボールとかでもいいんですけども、こうやって腰にはめてぐるぐるってやると、このねちょっと難しいな、お尻のこの部分の仙腸関節ってあるんです、ここにこうやって当ててあげたり、反対でもいいですけどこう当ててあげるとここが揺れるんですね。そうすると要はあの車でいうアライメントですね、バランスが良くなる。なんか知んないけど左足に傾くな、右足に傾くなってなってしまうかなっていうのは、ここ側の周りが硬いかと思うので、これ1個でかなり本当にね疲れたなと思って、マッサージ行く時間もねえしなと思った時には、これを首に乗せて、背中に乗せて、お尻に乗せてとかこうやっていくと、で結局体のこの体幹の部分がほぐれていかないことには、どうしてもあのなんだろうな、腕とか足とかの連動が悪くなりますし、でここのね要は根幹の部分が落ちて硬くなってくるとパフォーマンスも落ちてきますし、結構ですねこれは選手のレベルの子とかでも僕はおすすめできる、はい、ものです。やっぱり体って結構大事なんですよね。メンタルも大事だし練習するのも大事なんですけど、結局その後に何もしない、そうしていくと特にもう40超えてって何もしないとしてる人って全然違うじゃないですか。で僕だね、まあ、結構トレーニングとかもしてますけどね、僕多分同級生とかだとみんなこんななってたこんななってたりとか、おい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 って昔めっちゃかっこよかったんでね、まあ、それはその個人の自由なんでいいんですけど、まあ、そのくらい差があるんですよ。だから体の疲労っていう面で見ててもやっぱり同じねような感じでしっかりストイックやられても、この体のケアをしてるのとしてないのとではやっぱりかなり差が出てきます。で特に試合とか出られてる方とかね、はもうここで怪我をしてしまったら一発アウトなので、そういった意味ではね、これ1個あればもう終わった後にちょっとやるとか、寝る前にね、その寝ながらでも全然首だから、問題ないと思いますんで、はい、ぜひですねこの3つは役に立つ。結構ねバカにできないです。30代の方とかね、20後半になってとか最近運動不足だなと思う方もぜひともですね、はい、ちょっと買ってみてはいかがでしょうか。でやってみたら別に何の回しもないですかね。はい、であとはやっぱりこれも大事なんですけど、35超えてくると寝不足にならないですか。
なんか 寝てああよく寝たと思ってもなんか3時間4時間とか、あとな2時3時起きたら寝られないとか、まあ、でも今全然、いやそんなの全然何言ってんのって、いやもう40超えても50超えても60でも70でも全然寝れますよ、もうその人は完璧だと思います、もうその生活を維持してください、こういう各位私もの睡眠をですねなかなか取れない日々が続いて、まあ、その時に、まあ、こう体ほぐすとかね、まあ、いろいろストレッチも大事なんですけど、こう体の中を補おうと、睡眠アイテム2つあります。はい、実際試してます。で1個目、はい、これもアイハーブで買いました、グリシリン、はい、こう睡眠をねこう取りやすい物質っていうので、はい、まあ眠剤とかねああいうのを飲んでもいいと思うんですけど、なんかもう薬はちょっとっていう人間なので、まあ、サプリも買わないですよ、買わないですけど、まあ、これはねそんなに、はい、まあプラシボ効果の部分が多いかもしれないですけど、でも寝るときにほらアミノアシッド4ヘルシースリープ、これはね、まあ、これは常用はしてないですね、2日に1回3日に1回たまに、寝れない時とか、ちょっと今日疲れた疲れ切ってなんか微妙に今日目覚めそうだなって時は飲むようにしてますね、3時間前とか4時間前とかですね。で最後5つ目、これは皆さんもご存知だと思います、僕もね、ジュニアの中学生の年頃の子が今日ありがとうございました、その時はもう売り切れでした、はい、ヤクルト1000です。これはい、僕めっちゃ初めって思ったんですよ、ヤクルトを見直しましたね、やっぱすごいですね、でこれね安い価格帯の人工甘味で入ってるから僕あんま好きじゃないんですよ、でちょっとこれはね、今朝撮影してるんでね早朝また後で昼過ぎぐらい飲むように、昼過ぎにねこれとそれと飲むようにしてるんですけど、実際問題めっちゃ眠れるようになります、はい、もう眠れるどころかもうこう睡眠の質が深くなるといった感じになりますね、だからこれはもう結構僕はバカにできないでというですね感じだったんですけども、まあ、この辺かな、で最後1個、最後まで6個になりましたね、これね、これはまあ最後の1個は別にっていう人、だからハウスダストとか花粉症とかある種類じゃないですか、でこれ6つ目っていうかプラスアルファなんですけど、でこれ僕もで花粉の薬って僕やっぱ意外と体弱いんですよ、花粉の薬飲むと眠たくなってしてる時もレッスン自体の問題なんですけど、自分がやっててこうボコーっとしてるから、これはちょっとお客さんに申し訳ないし、自分自身もテンション上がらないことにはこれはね、なんかいまいちだなと思ったんですよ、なのでその時にこれでちょっと前まで売り切れになりましたよね、ヤクルトの、はい、発酵果実、これご存知の方も多いと思うんですけど、初めバカにしてたんですよ、そんなわけねえじゃん、でもとりあえずって言ってね、いただいてこう飲み始めたら、全く今シーズンは花粉の薬を一回も飲んでません、まあで、まあ、これ何がすごいかってね、発酵温州みかん果汁なんですよ、で結構ね値段もね110円ぐらいかな、なんか高いと思われがちなんですけど、でもこの素材でっていうわけのわかんない加糖ブロート類とか、ね、この見たらこう原材料がまーって出てるようなやつを飲んでたら、体に目に見えない、想像できないものを食べてるっていうのはやっぱり一番体に良くないって言われてますので、はい、これはこの値段で全然いいと思います、で結構そうですね、目の痒みとか鼻の痒みとか僕は個人的にもう半年ぐらい飲み続けてますけど、効果的面ですっていった形ですね、まあ、40超えてくるといかに自分が真っ白な状態でトライできるかっていうのが重要になってくると思うんですね、なのでそう考えた時にはやっぱりその自分の体の状態をより良く保つためにはどうすればいいか、どうすればこう常にこうリフレッシュした状態で、ね、若さを保っていけるかっていうのが大事になってくる、今回の挙げたポイントですね、よろしければご参考ください、 M さんすいません、なかなか挙げてるスルーしてたわけじゃないですよ、ちゃんと寝ろう寝ろうと思って、ここに寝るまで2ヶ月かかりましたという形で、アロマンチュース、ありがとうございました、ありがとうございます。アクションプリティー、テニスは障害スポーツです、初心者の方からプロを目指す方までぜひお待ち申し上げております、経験豊富な男性女性スタッフが